日差しを浴びて日の高い時間帯ですので、各馬の影がほぼ真下、緑の芝生にその影が映っています。牝馬にとってはこの阪神芝外回り 1600m 特別なコースでもあります。10番パシフィックハイ収まりました。10頭スタートしました。先行争いは5番のエマロアがまず出てきました。5番のエマロア先頭、外回り3コーナーを目指していきます。2番手から8番エクレシア、9番マックステルナーデも外から先団3頭です。その後4番手グループは4頭で、内から1番サクセスカノン、外目を通って10番パシフィックハイが徐々に進出、内回りとの分かれ道を通って外回りコースに出てきます。残り 1200m、 中段になりました外6番ユースペシャル、内から3番の宮地天、後方の3頭は外外を通って4番グレートフルペイン、内から2番のフルデゾン、差がなく外8番のいや7番のローゼンナイツが後方グループです。3コーナーから4コーナー外回りコース、ゆっくりとゆっくりと緩やかな坂を下っていきます。5番のエマロア先頭、残り800切りました。2番手9番マックス・セルナーデ、体半分差での追走、3番手のインコース8番エクレシア、10番パシフィックハイが4番手、その後ろ一段になってきました。徐々に差を詰めていった4番のグレートフルペイン、さらには後方にいた7番のローゼンナイツ、中段ごった返して4コーナーのカーブ、坂を下りながら第4コーナーカーブ直線コースに向いてきます。先頭は5番のエマロア、9番マックス・セルナーデが2番手から前を捉えにかかる、それから外を通って10番のパシフィックハイ、大外2番のフルレゾン、大外からフルレゾンがいい足で上がってきました。連れて4番のグレートフルペインに追い込み、横に広がった中で5番のエマロア粘るところ200を切って、そこから2番のフルレゾン、4番グレートフルペイン、間10番パシフィックハイ、9番マックス・セルナーデは5、6番手、先頭は2番のフルレゾン、1、5番のエマロア、2番のフルレゾンが差し切って先頭を降り、2番手5番のエマロア、3番手は外1番のサクセスカノンか、内10番のパシフィックハイか、3番手は接戦です。道中は後方にいた2番のフルデゾン、直線は馬場の3分どころから4分どころ、差し切りました。オルフェーブル3区のフルデゾン、ミルコデムーロ騎手、デビュー2戦目で